すごい飛ばない人って逆に言えばそのあ寄せにかけてくるからすごい上手い人が多いイメージがあって、その辺は彩香ちゃんどう得意な方？そうですね、アプローチパターやっぱりドライバー曲げれば出して50ヤードとかあるじゃないですか、ね、そうだから曲げることを前提に練習してるわけでもないけど、やっぱりオールジャンル得意にならないとって思って、結構アプローチパターは家でもやります。家のリビングでやってます。だって1日アプローチ今日めっちゃなかったなってラウンドであるじゃん、きっと。 ありますあれ全然なんか全然ほとんどいいスコアだとパンオンしてみたいな、そうだよね。ってことは家ではショートゲームの練習は特にしてます。練習場でしないような練習を家で補填してやったりとか、やっぱ飛ばすだけじゃダメですよね。ダメですねやっぱり飛べば飛ぶほど曲がり幅も多いから、 そうだよね、その分こうカバーできる、うん、よく言われるんですよ本当に、あのアプローチストーリー、みたいな、何その打ち方みたいななんかティーショットから想像できないような打ち方するってよく言われるから、そうですね、練習量は足りないな。練習しましょう、アプローチのね。家でできるしね。家でできますよ。あのパターの、あの長いビヨーンってやつあるじゃないですか、あれであの上にボール置いて普通にカップに入れる練習とか。え、アプローチ、ね、アプローチの、はい、なんかちょっと坂になってるやつあるじゃないですか。あるあるそう、あれとかでボール置いて普通にサクッてやってコロコロコロポンみたいな、そういう練習もするし、あとは家のリビングにカップ切ってあるんで。どこだ？そう、家のリビングの半分がよ、あの人工芝をお父さんがフローリングの上から張ってくれて、カップを掘って切ってくれて、え、家に穴開けちゃったの？そうなんですよ、フローリング穴開けてそういう練習設備を作ってくれて、人工芝のラフとかフェアウェイ見立てた、あの人工芝が置いてあって、そこでボールカップに向かってアプローチしたりとか、ロブショットの練習とかをしたりとか。すごいね。結構いいです。それから結構アプローチ得意になりました。よし、家に穴を開けようそういうわけにはいかないけどそっか、やっぱそういう、まあ地道じゃないけど、まあ、地味な練習じゃないですか。そうですね、ちっちゃい練習っていうか大事なんですね。大事ですね。いい話が聞けました、ありがとう。で、来客とか今まで分かんなかったんですよ。自分でクラブ作ってくださいって言って作ってもらって、それを渡されたものを使ってたから、だから来角だとかそのフェイスがどうとかインサイドアウトがどうとかっていうのを全く知らない状態でここを最近やってて、最近までそうだったの？そうですそうです、もう本当めっちゃ本当 1,2 年なんですよ、変わったのが。プレイスタイルもだし、プレイスタイル変えてカタカナ分かるように、分かるようにじゃ徐々に最近なってきて、人にも教えれるようになって、そうなんです。だからいろんなことに挑戦していくと、やっぱりどん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 スコアって伸びるから、それが楽しくて最近すごい練習も頑張れるようになって、なんとなく練習してたのが今は自分の中で意味を持つようになって、一つ一つボール一球一球に意味を持つように練習し始めてからはもう楽しくてしょうがなくて、練習が楽しいと思えるようになったんですよ。その理屈がちゃんと自分で理解してきてから、そう、簡単ななんか今は開いてたから右行ってたんだとかじゃなくて、そうね、そういうのがあるね、よくね。あ、そうそうそう。で、なんでいい球打てたんだろうっていうのも考えるようになったし、悪いことばかりを考えるんじゃなくて、いい球あったら、あ、今こうしてたからいい球打てたんだっていうのを分かるようになったから、ほんとスコアが一気に伸びましたね。すごいてかなんか本当に何回も言うけど、自分の悩みがさ聞くと、もう、あ、そういう努力してないって思うから努力しようってやっぱりお母さんが競技者だから結構相談し合えるんですよ。お母さんは競技者じゃないんであんまり聞かないんですけど。いいお父さんですね。そうですね、なんか結構ゴルフ理論とか持論が結構お互いあったり、お父さん理論でゴルフを考えるようになると楽になるよね。そうですね、私もだからそういう感じじゃなかった。感覚と運動神経でゴルフしてたから。そうそうそう、昔はそうでした。だから今理論言われてるとなんかうーんみたいな、でも頑張って理解しようと思ってたけど体がついてこないんだよね。運動神経の方が優先しちゃって。あ、だから今まで結構いろんな人に教えてもらって、いろんなプロとか友達とか先輩とかに教えてもらってたことを全部鵜呑みにしたんですよ。だけど自分には合わないってものを排除してから楽になった。なんかあの人は空いたからこうしよう、でもこの人はこう言ってる、どうしようみたいな、それを自分で合う合わないを判別して却下してって意見を、で自分に合うものだけを取り入れられるようになったら結構ゴルフは楽になる。彩香ちゃんは、はい、来年
はい、このテスト受けようと思ってんだよね。はい、そうですね。でも本当は去年やる予定だったんだよね。去年受けようと思って、うん、エントリーしようと思ったら、うん、骨折しちゃってめっちゃびっくりして、受けて骨折するなんて思わなくて、全治4ヶ月って言われて、うんうん、もう4ヶ月後にはプロテスト一時が終わってるっていう状況だったので、うん、もう断念してもう1年アマチュアで力蓄えようって自分で決めて、うん、そうですね。でもやっぱり骨折した週2週間、うん、3週間立ち直れなくて、もう競技やめようとかいろいろ考えてたんですよ。あ、もうゴルフしばらくいいやみたいな。そうそうそう。だけど、うん、その間にできることをとりあえずして筋トレをしたりとか、走っちゃいけなかったんで下半身のトレーニングをすごいして、でもそれでもトレーニングしてたの？もう足だけ、足とか腰だけの。あ、腕骨折したんだ。そう、あ、手を骨折したんですけど、走っちゃダメだったんですよ。だから剥離骨折って言って、なんか剥がれる骨折で、結構手術ギリギリみたいなラインだったんですよ。剥がれたらもう手術ねみたいな。だからもう絶対安静って言われてたけど、やることをやろうって思って下半身のトレーニングをもうずっとやってて、うん、そしたらまたゴルフしたいっていう気になれたので、うん、なんかクラブも握れない、そうゴルフもできない、動いちゃダメ。そうだから毎週毎週録画して見てた女子の試合とかも見たくないって思っちゃうし、自分できないから。そう、でもなんか来年ね、初めて挑戦するわけじゃん、うん、はい。なんかでもやっぱ緊張じゃないけど、そのなんだろうね、気持ち的になんか考えてることとか、なんかこういう感じで行きたいなみたいなとかあったりするの？は、まあ、大体どんくらいのスコアで通るっていうのは例年見てて分かるので、うんうん、そのスコアよりも上とかじゃなくて、もうやっぱり自分の今までやってきた練習とかを自信につけて、うんうん、もうパーオンでいい、パー取れればいい、うんうんうん、でラッキーだったらバーディー取れればいいっていう普段通りの変わらないスタイルで受験できたらなって。まあ、気負わずみたいな。まあまあ初めてだし、まあ、挑戦するぐらいの、うん、いつものラウンドできればいいぐらいの。そうですね。今日はインスタートで、まあ、18番にもう逆アウトインじゃないか、インアウトだからあれだけど、最終ホールでなんか彩香ちゃんが考えることとかなんかある？そうですね、結構ここは比較的好きなホールなんで、まあお昼ご飯に向かって一発かましてやるかくらいで。あ、はい、でもあんまり力とかは入れないです、ね、力入れない。へー。試合とかだったらもう残りバーディー取らないと予選通過できないとか、1位取れないってなったらもう狙っていくしかないんで、狙ってったりとかはしますけど、でも基本やっぱり普通に淡々とやることが私のプレースタイルなんで、フェアウェイに置いてパンオンして2パットか1パットみたいな。確かに最終ホールだからって別に気負わず、うん、そうですね、お昼に向かって頑張っちゃおうみたいな。一番メンタルが出るのってどういうは、どういう時、なんか、まあ、嫌なメンタル、うん、は2日間競技の場合だったら、私は1日目スコアがすごい良くて最終組とか後ろの組の方だとやっぱりギャラリーも増えるんですよ、お母さんとか。そういう時はすごい緊張しますね、優勝争いしてる時とか。予選とかはそんな緊張とか全くないんですけど、やっぱり2日目最終日が苦手です。空気感がやっぱり違うんで。これはもうね、競技出てる人のあれですよ、すごいとこ戦ってるからね、最終組はね。やっぱり朝一はガチガチなんで緊張しますね、普通のラウンドでも。こんなにいろいろ経験してる彩香ちゃんでも緊張することはします。みんなもっとするから、それも強さにね、そうですね、変えれるようにね、はい、いろんな経験を積んで強くなります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。